こんにちは、美香です。日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン工房編が出版されました。これまで1万人以上の生徒さんにお教えしたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきます。ミキシングをしていきます。タッパーの中に水分を入れていきます。粉類とお塩は袋に入れてよく混ぜ合わせてください。混ざりましたらタッパーの方に入れていきます。ゴムベラでしっかり混ぜてあげましょう。粉気がなくなるまで混ぜていきます。材料を説明していきます。水分ですね。レーズン酵母 30g、 水 110g、 粉類の方です。ビスドール純強力粉、フランスパン専用粉ですね、こちらを 100g、 イーグル強力粉 50g、 セモリナ粉 40g、塩 3.5g です。はい、粉気がなくなってきましたら生地を2回ぐらい持ち上げてみましょう。持ち上げてみて粉気がなければ OK です。タイムとローズマリー、フレッシュです、こちらを入れてあげましょう。また生地を持ち上げていきます。生地を伸ばしてグルテンを強化するのと一緒にハーブ類をしっかり混ぜるということも目的の一つになります。なのでブチブチ切れてしまっても構いません。やっていくうちにね、少しずつ生地が伸びてくるかと思います。はい、8回ぐらいやっていきましょう。だんだんね伸びてきますのでね、8回やりましたらこちらねタッパーに蓋をして室温で30分置きます。室温というのは18度から24度ぐらい、私たちがいて心地いいと感じるところにこの子も一緒に置いといてあげましょう。はい、30分経ちましたのでパンチをしていきます。1回目のパンチです。生地の一部をゴムベラに引っ掛けてゆっくり持ち上げています。持ち上げたら2つ折りしていきましょう。タッパーを回転させながら持ち上げる場所を変えていきながらやっていきます。だいたい5回ぐらいすれば OK です。まあね、1回目2回目ねしっかり持ってあげるともう5回目はねほとんど伸びないと思っててください。生地もねだんだん滑らかになってくるんですよ。はい、もうほとんど持ち上げてるような状態ですね。そうしましたらこちらなんですけども、また室温で30分置いときます。30分経ちましたので2回目のパンチをしていきます。またね生地の状態変わったのを確認しながらやっていきましょう。生地の一部を持ち上げていきます。はい、下ろすときは2つ折りにしていきましょう。2回目、3回目、グルテンがね強くなってきたのでねちょっとね重く感じます。もう持ち上がってるような状態になってますね。はい、4回か5回やっていきましょう。これも持ってるっていう状態です。はい、そうしましたらねこちらね発酵状態が分かるようになるべく平らにしていきましょう。蓋をして生地が 1.9 倍ぐらいになるまで室温で発酵させていきます。だいたい 1.9 倍ぐらいになりましたので冷蔵庫に入れておきます。今まで室温で発酵させた時間と冷蔵庫に入れておく時間合わせて17時間から24時間置いておきましょう。17時間経ちましたので成形をしていきます。まずキャンバス地を用意していきましょう。裏側に2センチ幅で蓋折りしていきます。で、私のキャンバス地硬いので両サイドをピンで留めておきます。で、ピンで留めた方を手前になるように置いておきましょう。はい、タッパーの蓋を開けてあげましたら生地の上に打ち粉を振るっていきます。全体に広げてあげましたらタッパーと生地の間にカードを差し込んで隙間を作ります。タッパーをひっくり返して自然に生地が落ちてくるのを待ちます。生地を6分割にしていきます。だいたい 55g ぐらいですね。1個 55g ぐらいです。ただこの分量ですねフレッシュハーブの分が入ってませんので少しね前後すると思っててください。なるべく四角になるようにカットしていきましょう。ベタつきますので打ち粉のあるところを触ってあげると作業しやすいです。まあ、ぴったりじゃなくてもいいのでね少しぐらいの差があってもいいと思っててください。はい、大きさが違うときにはカットして調整していくようにしていきましょう。
成形をしていきます。生地の表面に打ち粉を軽くつけましたら、向こう側の生地を3分の1持ってきてきて、生地の端を親指でぐっと向こう側に押します。そして2つ折りにして端を閉じてあげましたら、軽く転がして8センチぐらい伸ばします。閉じ目を上にして両サイドをつまみましたらね、そこになる部分に打ち粉を少しつけてキャンバス地の上に乗せていきましょう。生地の表面に軽く打ち粉をしていきます。小さい生地は内側に入れてあげるようにしていきましょう、はい、向こう側の生地を3分の1持ってきて、生地の端に親指を沿わせてでぐっと向こう側に押します。そしたら2つ折りにして生地同士の端っこをねしっかり閉じてあげてください。閉じましたら軽く転がして8センチぐらい伸ばします。閉じ目を一度上にして両サイドをしっかりつまんであげましょう。そしたら閉じ目を下にしてキャンバス地の上に乗せていきます。はい、軽く打ち粉をしましたら、向こう側から3分の1持ってきて端っこをグッとします。2つ折りにして合わせ目をしっかり閉じましたら、軽く転がしていきましょう。閉じ目を下にしてキャンバス地に乗せていきます。ごめんなさいね、ちょっとねフレームアウトしちゃってね。生地と生地の間には山を作ってください。はい、テーブルに打ち粉をします。その上に生地を持ってきて、軽く打ち粉をつけてあげたら、向こう側から3分の1生地を持ってきて親指でグッと押します。2つ折りにして合わせ目をしっかり閉じてあげましたら、軽く転がしていきましょう。はい、両サイドをつまみます。キャンバス地に乗せていきます。はい、打ち粉をして生地を乗せていきます。向こう側から3分の1生地を持ってきたら、親指で押さえてあげて2つ折りにして合わせ目をしっかり閉じます。転がして8センチぐらいにしましたら、両サイドをつまんでいきましょう。はい、閉じ目を下にしてキャンバス地に乗せていきます。ちっちゃくて可愛らしいですよね。では最終発酵に入ります。35度で40分見ていきます。オーブンに天板を入れて最高温度で余熱を入れておきましょう。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しくパンを学びたいという方向けに通信講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影しているので、より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひご覧ください。はい、最終発酵完了しました。一回り大きくなってますね。はい、人差し指で生地の横を押してみてください。指の跡が残る、もしくはゆっくり戻ってくるようになれば発酵完了です。生地をキャンバス地からオーブンシートに移します。ピンを外してあげて、最初に成形した生地からオーブンシートに移していきます。少しね間隔を空けて置いてあげるようにしていきましょう。そしたら左側を手前に持っていきます。はい、生地の上に軽く打ち粉をしていきましょう。真ん中に1本クープを入れていきます。スーッと引くだけにしていきましょう。クープナイフをお持ちでない人はペティナイフや100円ショップで売っているカミソリでも OK です。はい、カメラの向き変えてみますね。軽く生地を押さえてあげてスーッと引くだけです。切ろうとしないようにしていきましょう。スープの上にタイムとローズマリーを少し乗せていきます。食べた時にちょっとね茎が残るような感じになっちゃうこともありますので、乗せすぎないように気をつけていきましょう。はい、焼いていきます。生地の上にオーブンシートを乗せてあげて、最高温度で5分焼いていきます。スチームも入れてあげましょう。5分経ちましたので、上にかぶせておいたペーパーを外してあげて、210度でさらに8分焼いていきます。はい、焼き上がりました。出していきましょう。いい色に焼き上がってますね。オーブンの、ね、中がねものすごく香りいいんですよね。ハーブの香りでいっぱいです。焼きはこんな感じに焼き上がっています。ポロッとしてて可愛いですよね。はい、冷
縫えましたので、ちょっとカットしてみますね。この生地なんですけれども、セモリナ粉が入っているので、カットした断面がね、少し黄色いです。こんな感じです。チーズを挟んで食べてもらってもいいですし、このままね、食べてもらっても美味しいです。こちらのパンは、日本一優しい本格パン作りの教科書、レーズン工房編に載っています。ぜひ作ってみてください。ではまた。